皆さんこんにちは、塩のべはじめです。今回は2020年誕生した、もしくはなんか大きな影響があったベイ列車について皆さんに紹介しましょう。今年の1年間皆さんはどうでしたか？一応私は2020年の3月末に生まれた、まだまだ生まれててのバーチャル YouTuber です。まあ私はそんな感じでまだ1年経ってませんが、その一方で皆さんはどんな1年でしたか？この1年間もやっぱり結構関西電車が生まれたり、もともと走っていた関西電車の中にも新たな動きが生まれた電車、例えば廃車とか増備とか、まあそんなことがあったりする電車もあるかもしれませんよね。今回はそんなカオスな電車の振り返りとともに2020年を振り返ろうという動画です。結構動画の尺は長めなんで、まあ分割して多分出しますが、あまり好評でなければ途中で打ち切る可能性もあります。その際はご了承ください。ちなみにこのチャンネルでは鉄道の話をなるべく分かりやすく、それでいて深いところまで紹介していきます。興味があったらぜひチャンネル登録して私と一緒に楽しみましょう。では早速いきましょう。まずは1月あたりの冬から春について紹介しましょうか。今回はそこを重点的に紹介していこうと思います。まずやはり、メール車ニュースとしてはこれが大きいでしょう。今年の春に実を言うと、E531系増備及び常磐線完全復旧に伴って、E501系と E531系の運用に統一しました。その結果、6号1系は残念ながら引退しました。常磐線の仙台地区以外で、交流区間でありながら VVVF を通過でした。今現在非常に少ないです。それだけでも実を言うと結構珍しい要素ですが、その一方で、なんとこの6号1系は残念ながら、まあ引退してましたね。もともと末端区間の運用をする際に E531系とかそういった硬直電車、この電車があまり多くなかったんで、結果的に6号1系で代替したって感じですね。もともと入車数がそこまで極端に多くなかったんで、特急型でもそこまで輸送力上問題なかったと思います。当時の運用は固定運用で限定運用でした。いつも決まった時間帯に来てましたね。やはり JR 初期の特急型ってことで、結構なんだかんだ言って、できてから時間が経っています。他にも普通に、なんかやっぱり時代遅れっていう感じもあったので、人によっては豪華じゃないと思うかもしれませんが、でもその一方でやっぱり、まあ普通に考えたら JR 必死予報、少なくとも東京圏からしたら、特急型電車、多少古くても乗れるっていうのはなかなかすごいですよね、無料で。こういう風に相対的な特急型電車に乗れるのが終わっちゃいました。なんだかんだ言って結構、まあそもそもこれが走ってた時点でおかしいですけどもね。まあやっぱりなんだかんだ言って、今年のメール車ニュースの一つに入るでしょうね。ちなみにこの6号1系は直流化改造された上で、一応なんか、高崎線のホームランとか、あとは草津とか、そこら辺で活躍をしています。ですがその一方、なんで、未だに特急で、一応現役で運転している電車が、なぜわざわざ常磐線の普通に入ったのでしょうか。答えとしてはこの4両編成の普通電車。実を言うと、6号1系の波動用として余っていた、K201 編成と、K205 編成、K2 編成が、余っていたために、この余った電車を使おうと活用したために、結果的にこういう結果になりました。やはり、硬直流電車って、なかなか増備するのは難しく、結果的にやっぱり合理的に作ろうと思うと E531系を作りますが、作ろうと思ったその日に E531系ができるとは限りません。その結果、この6号1系がちょうど余っていたんで、末端区間っていうこともあって、まあ、なんだかんだ言って入車数もそこまで多くなく、別に特急型でも特に輸送力上は問題はない。だから結果的には6号1系が採用されました。ちなみにこの6号1系って着火駅と福島県のイメージアップにも繋がっています。貢献の幅は小さいかもしれませんが、一応最終日、この6号1系の普通車の最終日、なんと結構多くの人が集まりました。普段この福島の岩城から富岡とかそこら辺ってそこまで利用者が極端に多いわけではありませんが、6号1系の普通列車結構愛されていたようで、最終的には多くの人に見守られて引退しました。ちなみに今現在は波動用の別の電車が来たようで、残念ながら解体されています、2編成とも。まあ、このように常磐線のニュースが結構大きいでしょうね、1個目は。6号1系特急型電車が普通列車に運用するっていうメイン要素が消えたのも結構大きいですが、その一方で、また別のメインが誕生しました。なんと、E657系が、あろうことか東京都内の品川から、福島を越えて宮城県のあの仙台まで行きました。ちなみにこれ定休ですよ。一部上の発着もありますが、その一方で本当に品川から仙台まで行く運用が、毎日運用に誕生しました。やはりどう考えても、もうお察しの通りですが、東京からあったら当然新幹線使った方が明らかに早いです。一昔前、新幹線ができる前は結構常磐線経由で上野から仙台に来ると結構ありましたが、まさかこのタイミングで復活するとは予想外ですね。やっぱりこの驚異的な運用の長さと、あと乗り通す人はほとんど鉄道オタクって感じで、こういう状態すらそもそも名というかもしれません。多分 JR 側も乗り通すことを想定するかどちらかっていうと、二つの特急、上野から岩城まで特急と岩城から仙台まで特急、この二つが合体した結果、今回紹介するようなめっちゃ長い特急が生まれたかもしれませんよね。一応 JR 東日本公式では、福島の復興も変えてやっているそうですが、でも真相はどうなんでしょうか。もしかしたらなんか闇があるのかもしれません。まあこれはわかりませんよ、私。E531系については人によっては名と思うかもしれません。まあそういうことがあったりしました。実を言うと東北本線で今年の3月からワンマン運転を開始しましたが、まあ東北本線自体はワンマン運転普通にありましたよ。でもその一方で、なんと5両編成のワンマン運転を始めました。
これまで4両編成も普通に乗務員がいっぱい乗ってないとかそういうことが多かったですが、なんと本改正から5両編成という JR 東日本からしたら初めてかもしれない長いワンマン運転の電車、長編成とは言いませんが中編成のワンマン運転、そういう感じでしょうかね。まあそんなことが始まりました。ワンマン運転を名要素とは思わない人がいるかもしれませんし、逆にめちゃめちゃ思うという人もいるかもしれません。私は正直どっちかよく分かんない側の人間ですが、でもその一方でワンマン列車がネタであることも結構多い。まあそんなことからか今回はこれも名列車として含みました。さすがにちょっと JR ネタをちょっとやりすぎたので、まあ実際まだあるんですけどね、やっぱりちょっと JR が続くと飽きるかもしれません。ここへちょっと施設を入れましょう。京王結構ネタ運用が今回ダイヤ改正消えました。一応京王ダイヤ改正を春と秋に2回実施してますが、この春で結構変わった点を紹介します。ちなみに消えた契約、新たに言われたネタ運用もありますので、そっちも紹介しましょうか、ついでに。というわけで、ざっと消えた運用を紹介していきましょう。まあ、命令者で消えたものといったら、やっぱりこの4種でしょうか。まず最初は、日本続く特急新宿行きです。これは実を言うと、平日の夜の時間帯を中心に存在しました。これが見られるのは、調布駅と明大前駅で、橋本方面特急新宿行きが、調布に着いたすぐ後になんと、府中方面からも同じ特急新宿行きが来ます。当然ですがやっぱり調布でお客さんいっぱいいますからね。1本目はともかく2本目についてはほとんど誰も乗りません。その結果ガラガラになります。以前試しにあえて乗ったことがありますが、めちゃめちゃ空いてました。コロナウイルスが流行る前からもうなんかコロナウイルスが流行った後にも空いてるって感じで、お葬式ぐらい空いてましたね。他には府中方面からつつじが丘駅の快速が消えました。この快速、名前こそ快速ですが通過駅はたった3駅、もはや名前詐欺です。まあ厳密に言うと運用の都合上やむを得ずこういう風にしてますが、運用パターンの整理とかで最終的には橋本方面が来るようになって、結果的に残念ながらこの快速辻ヶ丘駅は橋本方面限定になりました。あとは都営新宿線台含めて全て各駅停車のかつ都営新宿線の電車による10両編成の橋本駅です。そもそもの話、都営新宿線のあの緑からの電車が普通に各駅停車で走ること自体珍しいです。京王新線だったら分かりますが、その一方で笹塚駅から先、明大前とか調布とかあそこら辺まで行く各駅停車でかつ都営新宿線の電車はなかなかありません。新宿方面であれば一応なんか深夜の時間帯に多少ありますが、特に調布方面についてはマジで少ないです。また基本的にダイヤパターンとして都営新宿線からの電車は快速もしくは区間急行、たまに急行っていう運用が基本的です。都営新宿線から直通してかつ京王線も各駅停車っていう運用は基本的にありません。あってもせいぜい笹塚止まりです。そんな中、この橋本行きはなんと全区間各駅停車っていうなかなかカオスな運用になっています。ちなみにこの電車を元八幡から橋本までずっと乗り通すと1時間50分ちょいかかります。ただこの電車の一番の名要素はなんと昼間とかに走っている京王線台は区間急行であるタイプの各駅停車、岩本町で急行通過待ちをする各駅停車ですね。この電車は確かに都営新宿線台は各駅停車ですが、京王線台は区間急行と結構通過駅が多めです。それでもなおなんとこの各駅停車の方が早く着くですよね。何を言ってるかよくわかんないかもしれませんが、要するに停車駅の数がなんと明らかにめちゃめちゃ多いはずの各駅停車の方が京王線台区間急行よりも若干早いっていう意味わかんない現象が起きています。またこの各駅停車着火と橋本方面まで1本前の電車との接続は一切ありません。要は橋本方面行きたかったらもし運悪くこれに当たるとなんと終点までこれっていう羽目になります。この電車一応8番山で準特急を通過待ちをしますが、この準特急はなんと調布とかで橋本方面電車と一切接続しません。おまけ以降電車8番山まで後ろの電車には追いつかれません。その結果、まあなんとこの電車各駅停車なのに橋本方面まで先行するというわけわかんない構造になっています。また通過待ちも8番山1本っていう普通の京王線の各駅停車は同じ区間で大体4本ぐらい乗りますからね。普通にそう考えるといかにこの電車がおかしな運用を組まされているかよくわかりますよね。あと4個目、これも結構カオスと言ってもいいでしょう。なんと笹塚で各駅停車を退避をする各駅停車が存在しました。もう何を言っているのかよくわかんないかもしれませんが、なんとこの電車あろうことか文字通り笹塚駅で各駅停車を退避をします。この電車は各駅停車です。ちなみにではどういうことが起きているのかを紹介しましょう。この電車はまず桜上水駅を始発にします。この電車はちなみに東映車8両って感じで、桜上水始発かつ8両編成の東映車、なかなか珍しい組み合わせです。ここだけ結構カオスですが、なんとこの電車笹塚に着くと長時間退避をします。そしてこの際にこの電車のすぐ後ろを走っていた各駅停車の新宿行きと接続をします。ちなみにこの電車笹塚駅に入線する前にかなり減速をします。なんとこの電車が入る前にもうすでに笹塚駅始発の各駅停車元八幡駅がすぐ前に走っていて、元八幡駅の各駅停車に追いつきます。京王らしいダイヤの渋滞ですが、この遅延含めるとなんと笹塚駅で5分近く本来よりもなんか待ち合わせしています。その間に後続の各駅停車が来て接続を取っちゃうってわけなんですよね。一応すごい厳密に言えば新線新宿方面と京王線新宿方面って感じで微妙に一応違いはありますが、でもその一方で一応これ京王線新宿と新線新宿は同一駅扱いです。そう、つまり理論上なんと抜かされます。なんかよく意味がわかんないかもしれませんが、本当にそういうわけわかんないことを起こしました。
なお、これら変な模様については形容がダイヤ整理をしたので結果的に全部消えましたね。なお、これとは対照的に名な模様も若干生まれています。例えば京王八王子駅快速の復活とか、この快速地味に珍しく、なんと途中調布まで一切通過待ちありません。基本的に京王線の快速は八幡山とかで通過待ちするのが一般的ですが、この模様はしません。おまけに京王八王子駅は1日1本のみ。なかなか結構面白いですよね。他には急行より遅い準特急ですね。実際に後に修正されましたが、急行橋本駅の4分後に準特急の京王タワーセンター駅が走ってました。びっくりするかもしれませんが、急行橋本駅と準特急京王タワーセンター駅停車駅の数の差はたった2駅です。桜上水とつつじが丘に止まるか否かですね。本来なら急行が2駅多く止まる分若干遅くなると思いきや、なんと逆です。準特急の方が遅いです。たまたまちょっと都心部で若干通過かかって遅くなったと思いきや、なんとこの電車は全区間にわたって遅いです。おまけに前の急行とは結構いつも接近していて、もう明らかに車庫に入れるための運用感が強かったです。そういうもはやもうなんか半分京王も諦めた感じの運用で、コロナウイルスが流行る直前、自粛なんて全然なかった頃、この頃めちゃめちゃガーガーでした。調布発車してて、お客さんがほぼいない状態も見ましたね。私一応あと着海と急行多摩動物公園駅も誕生しています。この運用はなんか着海都営車での運用です。おまけに都営新宿線も急行っていう感じで、土日休日限定ですが、結構こんな変な運用も生まれてます。またこの運用、つつじが丘付近で各駅停車用意しますが、なんと府中まで追い越しません。そのため各駅停車顔負けの超ノロノロ運転、もはやもうおかしいんじゃないかって思うぐらい遅かったです。こういう名要素も実はこんな運用にありました。京王線ネタ結構撮影してたんで、なんだかんだ言って今でも覚えてました。だから結構ここだけ長くやりましたが、ごめんなさい。ちゃんと他のこともきっちりと話しますよ。でももともと孤独感って実を言うと廃止の予定が立っていました。札沼線の新十津川ら辺はまあもともと留車数が少なかったんで、北海道医療大学から新十津川間はもともと5月6日で廃止になることが決まっていました。ですが実を言うと、あろうことか、これがなんと前倒しになりました。というのもやっぱり鉄道マニアがどんどん増々来ました。その結果としてコロナウイルスの感染がどんどん広がっていた当時の札幌、まあ北海道全体はやっぱり独自の警戒等をしていたために残念ながらできなかったですよね。やっぱりとなんだかんだ言ってウイルスの関連性があったために、残念ながら最終的には引退を早めるという決意をしました。また基本的には地元の方限定って感じで、なんと鉄道ファンお断りに近い感じで終わっちゃったんですよね。数ある廃線の中でもこんな感じでかわいそうな最後を迎えた路線って完全に名車と言ってもいいでしょう。殺傷線でちょっとかわいそうかもしれませんが、こんな最後を迎えたこの路線、やっぱりなんだかんだ言って名要素満点です。一部の E72K がリクライニングシート改造しました。とはいえ改造対象車の中でも一部の号車の一部の箇所、まあ半室グリーン車的な感じです。まあそんな感じで改造されました。一応このリクライニングシート感は指定席っていう形で、久しぶりに会津地区に特急に近い感じのものが復活しましたね。一応特急会津号が平成になっても走っていたことは有名かもしれませんが、特急終了後も指定席快速が走ってましたね。ですがそれも終わっちゃって、結果的になんかちょっと最近まではなんかこういった指定席とかそういうのは一切なかったですね。でも自由時代は普通に結構あって、なんだかんだ言って利用者数は多かったんです。だから結果的には JR 平成日本アローコとか E721系を改造して、まさかのグリーン車っぽい列車ができました。一応建前上はグリーン車とはせずに普通に指定席って感じで、料金についてはグリーン車に比べて安めに設定されています。一応前回乗るとグリーン車あったらもうちょっと料金が上がるはずですが、それがこの指定席では加算されないので、まあ一応若干なんか豪華って感じです。他社の E921系を改造している都合上、どう見てもなんか魔改造感が否めませんが、まあやっぱりそういう点が結構多かったので、最終的にはこの列車名列車として今回は取り扱っています。 E721系がまさかこういう風に改造されるのは個人的に結構びっくりしました。一応前例としてフルーティア福島が走っていましたが、フルーティア福島はまああれはもうそもそもの話、旅行パッケージの一部なんで、まあ今回はちょっと対象から外してますが、ある意味このフルーティア福島を除いたら今回のこの快速列車の指定席、アイズライナー以来ですね。アイズライナーがちょっと走っていた列車が古かったので引退した以来、そんな感じの復活になりました。今年の春から営業列車がのぞみだけで1時間あたり12本というとんでもない大改正が実施されました。何でしょうかね、のぞみっていうあの全然止まんない列車でさえ1時間12本も走る世界、もはや恐ろしいです。一応ダイヤ改正直後はこれで走ってましたが、やっぱりコロナの影響で利用者数があまりに少ないことから、残念ながら本数が減らされちゃいました。これができたのは一応ちゃんと理由があって、元からそういう風にするつもりでいましたが、その一方で700系新幹線が走ったために、その結果としてのぞみを12本走らせることはきつかったんです。でもその一方で700系新幹線が今年の春に引退したので、その結果東海道新幹線間は N700 系のみになりました。その結果結構 N700 系っていう性能が高い化け物、これで統一されました。その結果電車の余裕時間が若干削れて、そのおかげでのぞみが増えましたね。残念ながらコロナが流行った当初はやっぱり利用者数ががっつり減りすぎたために、ちょっと残念ながらのぞみが結構まびかれましたが、その一方でお盆の頃には一応なんか復活していて、むしろコロナ対策で本数を増やすということに貢献しました。
なんかこれ皮肉かもしれませんが、円の夜景化統一によってこういういいメリットもあったんですよね。 JR 東海を合理化ってこういう時に発揮されます。今年の2月頃、なんとあろうことか石北本線でまさかの改正と言えるのでしょうかね。まあそんな感じの変更がありました。なんとこれまで走っていた臨時列車 8585D の臨時快速が消えちゃいました。この列車は旭川を20時頃出て北見23時に着くという運用です。厳密に言えば23時4分ですが、この列車結構名要素が多く、なんと快速でありながらなんと特別快速に入るです。冷静に考えてみればわかりますが、普通中央線とかあと明らかに特別快速は快速に入るですよね。常磐線特別快速も快速に入るです。なのにこの列車特別快速にも入っている快速なんでしょうか。これも一体よくわかりません。まあ臨時快速なんで、一応まあ臨時だからこういう風になってるかもしれませんが、あとは普通に走行時間が夜ということで行き違いも結構控えめです。東京に比べてやっぱり電車の本数が夜は結構少ないんで、まあそういうことも影響してるかもしれません。というか電車というか、どちらかっていうと列車ですね、機動車ですから。まあそういう経緯もあって、実を言うと速達性も結構高いです。なんと同区間を走る特急と11分差しかありません。11分遅いですが、それでもやっぱり結構早いと言ってもいいでしょう。もともと3時間程度かかること前提ですからね。3時間程度で10分ぐらい下がったら結構早いと言ってもいいです。こんな感じで、まあ一応快速列車で運用された車両も普通列車でした。その結果として18切符とかでも普通に乗れます。ですが残念ながらこの運用消えちゃったですよね。その結果として北見地区に行こうと思うと、特急を除いた場合、なんと5時間以上もこの列車を早く発車する特別快速しか選択肢ありません。まあこの列車自体、実を言うと、金土日、まあ後に金日だけですが、そういう風に限定されていってるあたり、それだけも結構若干面倒くさくありますが、でもその一方で、まあやっぱり、18切符で旅をしようと思ったら結構便利でした。ですがこれが消えると、18切符とかで乗れる電車がなんと一番最後の電車、まさかの5時間以上も早く発車する特別快速北見のみ。ちなみにこの特別快速を除くと、なんともう1本ある普通車のみで、なんと実質この運用が消えると1日2往復しかなく、しかも2本とも結構早い時間帯、18切符を使うと結構使いづらい感じがありました。特に18切符を使って北見方面行こうと思うと、結構早い時間帯に移動する必要があります。それが結構厄介です。今回そのため、ある意味で特急に誘導されている感じがしますよね。ちょっとこれが今回厄介だと思いました。なかなか結構旅がしにくかったと感じます。まあこれは個人的な意見なんで、もし他の意見があったらぜひ教えてください。というわけで今回のまとめといきましょう。今回は冬から春に見られた名列車に絡みのある要素を紹介しましたね。全部は紹介しきれないかもしれません。もし紹介しなかったことで、なんかこれもあるぞと思った方はぜひコメント書いてくれると嬉しいです。そういえば東海道新幹線に関連して、スカイライナーも結構減便されましたよね。一応増発したのに。そういえば成田エクスプレスが、あと、春号に東京発、なんか大船行きっていう成田エクスプレスなのに、成田に行かない、よくわかんない運用もありましたよね。まあこんな感じで、今回は紹介しきれなかった細かい名要素もあるかもしれませんが、もしよかったら紹介してくれると嬉しいです。またひどといといったいい列車系については今回あんま紹介していません。あくまでも迷い名列車ですからね。皆さんは今回の話を聞いてどう思いましたか？もしよかったらぜひコメントを書いてくれると嬉しいです。コメントをする際、ぜひクレビーという単語を使って書いてくれると嬉しいです。私が紹介しなかった今年冬から春の名列車も教えてくれると嬉しいです。また面白いと思ったら高評価あったり、もっと鉄道のことを知りたい方、ぜひチャンネル登録して私と一緒に知っていきましょう。というわけで今回はこれで終わりです。バイバーイ。